皆さんこんばんは、石川美代です。今日は何をやるんでしょうか。はい、今日はですね、なんとこのチャンネルシャープ100達成しました。おおめでたい。おめでたいですね。100、すごい。100か。100本目の動画です、なので、あの、今日はもう石川さんはもう何もしなくていいよ。やったもう、あの、本当に日頃のね、あの、ハードスケジュールをこなしてくれてるのをこういたわって、あの、うちのね、あの、専属シェフに、ちょっと、あの、専属シェフにお料理を作っていただいたので、もうそれを召し上がっていただこうかなと。ご褒美会です。やった。まあ、ちょっとその中でね、あの、まあ、一品一品、あの、採点をしてもらおうかなと。採点。はい。そう、何点満点で。一応100点満点で、じゃあ。はい。わかりました。はい。もう完全にもう私の好みで。好みで大丈夫です。はい。はい、ということで、まずじゃあ早速シェフの方をお呼びしたいと思います、はい、専属シェフの方ですよね。専属シェフという、石川美代専属シェフですよね、はい、ですよね。はい、今回はじゃあやっぱもう石川美代ともなると専属シェフがついてるんだぞということをね、皆さんに分かってもらいたいですね。はい、ということでお願いします。はい、じゃあ最初ドリンクの方赤の方ご用意したんで、赤赤ですね。はい、赤の方初めて見たの、初めて見たよ。じゃあ最初まずこちら赤の方お召し上がりください。赤の方あ、いいですね、絵になりますね。逆に下品。素晴らしいですね。今回のお料理全5品あるんですけど、一応ジャンルレスで、あの、いろんなジャンルのお料理が出てきますんで、なるほど、はい、そちらも楽しみにしてもらえると。はい。スタッフ、イヤシェフがミオッチ好みの料理でおもてなしです。1品目はミオッチが好きなエビを使った料理、エビと山芋と玉ねぎをすり身にしてカブに詰めてあんかけにしてあっさりとした味に仕上げました。はい、では早速1品目お願いします。こちらです。こちらは、カブの、エビのすり身が入ったやつですそのままですか、はい、お名前が。カブとエビ真珠のあんかけ。なんかこれよく和食のね、あの、コースで見たりしますよね。そうですね、確かに。じゃあスプーンの方で食べた方が。あ、なるほど。はい、食べやすいかと思います。いただきます。美味しいです。え、美味しい。ちょっと、あ、どんな味なんですか。味、ちょっと本当に味の表現とか本当に苦手で、美味しいしか言えないんですけど、美味しいですねなんかやっぱそのシェフの方がおっしゃってましたけど、エビの風味は感じます。もうエビですね。もうエビがドーンと。割とエビですね。割とエビ。割とエビ。結構味は優しい感じですね。そんなに濃くない。薄めな。で、1品目としたらもう最高だったんですね。最高ですね。
うん、ちょっとエビが好きなので嬉しいですね。はいはい、ということでまずじゃあ1品目の点数をお願いしましょうかね。いやこれ結構好き。え、これ最初むずくないですか点数。でも結構好きなので85点で。ありがとうございます。一応85点のじゃあ理由もお聞きしていいですか。でも普通に90点ぐらいの気持ちだったんですけど、基準ということでちょっと下げました。2品目はみおっちが好きな梅干しを使った料理。イワシのすり身に味噌をあえて、大葉と梅肉を油揚げで巻いて揚げていきます。梅と大葉がイワシの臭みを消して食べやすく仕上げました。はい、では次のお料理お願いします。はい、こちらです。これは何でしょうか。はい、こちらイワシの篠田巻きになりますね。イワシの篠田巻き。篠田巻きって何ですか。篠田っていうのが油揚げのことなんですよね。うーん、稲荷とかと同じ意味合いです。リアクション薄い。へーっていう。こちらお箸で召し上がってください。いただきます。よいしょ。はい、面白。ちょっと全然味の想像ができない。いただきます。お、重い重い。え、うまーっ。うまいっす。なんか梅が好きなんでめっちゃ美味しいですね。あ、梅が入ってたんですね。梅が入ってました。石川さん梅干し好きなんで、はい、なんか梅干しの梅肉と大葉が入ってますね。最高です。これめっちゃ好きです。さっきのより好きです。おお。もう一回見ます、ね、これ無限に食べれますね。さっきなんか、ね、梅肉とシソっていう話出ましたけど、イワシの感じもちゃんとあるんですか。ありますね。でもちょっとあんまイワシの味が私はそんなによく分かってないので、美味しいなって感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、採点の方お願いします。これ100点ぐらい美味しいです。なんと2品目で100点が出てしまいました。めっちゃ好きですね、これ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次行きましょうか。3品目は角煮を使った料理です。皮付きの豚バラをじっくりと煮込んでトロトロに仕上げました。少し厚めに焼いたカオヤーピンに貝割れ大根、レタス、きゅうりを包んで食べてもらいます。はい、ということで続いての料理は、はい、豚の角煮のカオヤーピンを添えたものですね。豚の角煮とカオヤーピン。カオヤーピン、はい、カオヤーピン、北京ダックの皮的なやつです。へー、で、そういう名前があるんですね。はい、で、甜麺醤とコチュジャン用意してあるので、お好みでつけて食べてみてください、はいね、じゃあ皮の方に角煮を巻いて食べる感じですね。へー、面白い。こういって、これを入れてくる。はい、マヨはお好みで。マヨとかそんなにいけないな。こっちはコチュジャン。そっちはコチュジャンですね。コチュジャンでしょ。ちょっと行くしかない。大丈夫そう。
うん、おいしい。初めて食べる味ですね。ちょっとコチュジャンを入れすぎたかもしれない。コチュジャンの味が、うん、角煮は味染みてますか？はい、正直言うと私角煮あんま好きじゃなくてっていうか苦手なんですけど。確かに豚の角煮あんま得意じゃないって言ってたよね。そうです、角煮単体だと私食べれないんですけど、これは食べれますね。おお。じゃあ実はチャーシューとか苦手なんですよ。だから、ラーメンもチャーシューどけたりとか結構するんですけど、これはこれとかがあるからさっぱりして食べれます。脂身がね、あんま得意じゃないんですね。あ、そうなんですよ。その脂が、肉が好きなんですけど。やっぱそうやって食べることによって食べれちゃうと。そうですね、食べれました。お、食べれましたって言い方。じゃあちょっと点数をお願いしてもいいですか？はい、点数は70点ですかね。結構シビアな点数ですね。いや、でも私がやっぱその角煮があんま好きじゃないっていうのが。そうですね、あのこれがあの違うお肉だったらめっちゃ好きだったかもって思いました。なるほど、なるほど。はい、味はめっちゃ美味しいです。こちらの勉強不足ですね。すいません、本当に私 の, あの好き嫌いの話でした、これは。はい、そんな感じですね。はい、じゃあ気を取り直して次のお料理いきましょう。はい、これがいい。これ皮だけだと100点だもんね。こういうの大好きすぎる。クレープの皮だけとかもすごい好きで、あと肉まんの外側の部分とかめっちゃ好きで、うん、おいしい。4品目はミオッチが好きな椎茸とチーズを使った料理です。肉厚の椎茸にホワイトソースとチーズを乗せてグラタンに仕上げました。皮目をパリパリに焼いたチキンステーキと一緒に食べてもらいます。はい、では続いての料理お願いします。はい、スイーツこちらになります。こちらは何でしょうか？椎茸の丸ごとグラタン。しいたけ。はい、チキンステーキを添えてみました。しいたけのグラタンとチキンステーキ。で、私しいたけ食べれないので、味見はしてないです。なるほど、これいいんですね。はい、おー、うん、うん、まいです。うん、まい、うん、まいです。やばい。キノコの中には何が入ってるんですか？ホワイトソースとチーズですね。ホワイトソースとチーズ。はい、全部石川さん大好きなんですね。やばい、はいですね。しいたけとホワイトソースとかグラタンは合うんですか？あ、石川さんに聞いてます。あ、私ですか？はい、合いますね、美味しいです。美味しい。確かにキノコとグラタンめっちゃ合いますよね。うん、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 はい、じゃあ点数をお願いします。どうしよう。これ全部でってことですよね？はい、全部でだったら98点ですか？おお、バリ高い。あの、このグラタンだけは100点です。おお、ちょっとチキンステーキでマイナス2点が入りました。いや、違う、そういうわけじゃないですよ。つけなくてよかったです、ね。あ、そういうことなんですね。グラタンだけでよかった。グラタンだけでよかった。ちなみになんかシェフからさっき聞いて、
なんか急遽つけたんですって、そのチキンステーキは。もともと何を作る予定だったんですか？フォアグラ入れようかと思ったんですけど。なるほど。フォアグラが手に入らなかったんで。確かにこれにフォアグラあったらすごくイメージ湧きますね。でもフォアグラより多分私こっちの方が好きですね。どちらにしろ、どちらにしろじゃない。はい、はい、そんな感じでございますね。デザートは豆乳を使ったレアチーズケーキです。和菓子好きなみおっちに合わせて黒蜜ときな粉を添えました。はい、それではラストお願いします。はい、デザートになります。めっちゃ可愛い。はい、もぐちゃん。はい。これ作ったんですか？はい、もう作りました。もう100点ですよ。素晴らしいですね。一体この人の職業は何なんだっていうぐらいのクオリティですよね。ちょっと待って、かわいい。これは、はい、こちらレアチーズケーキなんですけども、こちら豆乳で作ったレアチーズケーキですね。はい、豆乳のチーズケーキ。なんだ、お好みで黒蜜ときな粉。はい、なるほど。はい、いただきます。すごいな。うまっ。うまいっす。というか、かわいいモンガちゃんがこっちを見てる。見つめ合ったところで点数をお願いしてもいいでしょうか？はい。でもこれは100点ですね。まずもうモンガちゃん。モンガちゃんがいる時点で100点です。味関係なく。味関係ないですもん。ありがとうございます。コスピタリティという部分で100点です。でも味の方もちゃんと美味しいですよね。味、そうですね。チーズケーキ好きなんで、レアチーズめっちゃ好きなんで、とても美味しいです。ただまあ、この2つがあんまり好きじゃないので、このままでいただきましたね。黒蜜がちょっと苦手で、私。なるほど。ちょっと。きのこ好きなんですけどね。あの、信玄餅好きって言ってませんでした？信玄餅、私ほぼ黒蜜かけないんですよ。なんと、私半分以上残すんですよ。3分の1しかかけないんですよ。あら、まさかそんな人が日本にいるとは。ちょっとそれはね、あの、思いもしませんでしたね。そうなんですよ。あと抹茶とか好きなんですけど、黒蜜がかかったらもう食べれないみたいな。なるほど。ちょっとめんどくさいところがあった、私。ちょっとそれは誤算でしたが、和菓子とか好きなんですけどね。この間真剣餅好きって聞いたばっかり。そうですね。あえて黒蜜持ってきた。そうですね。いらなかった。でもね、かけなくてよかったです。はい、はい、はい、とても美味しいです。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでいかがでしたか？はい、全部美味しかったです。なんか本当ご褒美企画って感じですね。今後も YouTube 頑張れそうですか？ぼちぼち頑張ろうと思います。まあ、とりあえずね、当面は10万人を目指して。そうですね、はい、いけたらいいかなと思いますね。はい、ということでね、まあ100回迎えたということで、こんな美味しいものをいただきました。ありがとうございます、皆様。ここまで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。